ドリームボードを作る。この日はドリームボードを作ってなりたい自分をイメージしてみましょう。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて、10月22日は天赦日と大安の超最強ダブル開運日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、10月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、10月22日は歴上最強開運日の天赦日なんです。この天赦日は年に数回しか訪れない大開運日なんですね。で、神様が天に昇り、天がすべてを許す日とされていて、非常にエネルギーの高い日で、特にこの日に新しいことを始めたりすると、天からのパワーが後押しをしてくれるすごい日なんですね。で、またこの日は一日を通して今日の時間帯のない大安と重なるダブル開運日になります。で、この日は新しいことをスタートさせるのにもよくって、起業をする、引っ越しをしたり、契約を結ぶのにもいいですし、お財布を買い替える、お財布の新調、銀行口座の開設といったお金にまつわることを新しく始めると、機運が上昇します。あとは新しい仕事を探す、そして結婚や告白にもぴったりな日です。そしてこの日は歴上の最強日なので、自分の好きなことをして楽しむととってもいいんですね。というこの日は全てにおいて最強に大吉な日になります。ということで、この日は超最強ダブル開運日なので、今回もこの日にやると運気も機運も上がっていく開運アクションを7つお伝えしますけれども、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まず、この日にやったらいい定番の開運アクション1つ目は、開運フード。この日は機運、強運、ラブ運に共通して自分の心に効いた好きなものを食べるといい日です。で、この日は天赦日で自分の好きなことをして楽しむといいので、開運フードも自分が今何を食べたいのかを心の声に耳を澄ませて聞いてみてください。その時に直感で、あ、これが食べたいと思ったものがこの日の自分の運気を上げてくれるものです。また食べたいものを美味しく楽しく食べることでもさらに運気は上がっていきますからね。食べたいものを食べに行ってもいいし、お家で好きなものを作って食べてもいいですし、この日は自分の心に食べたいものを聞いて好きなものを美味しく楽しく食べてみてくださいね。そして2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の機運アップ掃除。この日は掃除しない、でもしたかったら靴のクローゼットを掃除または整理をして機運アップです。この日は天赦日ですから、お掃除はお休みしても OK。 好きなことをしたり、自分が心地よいこと楽しいことをして過ごしてみてください。いつも頑張ってお掃除しているので、ゆっくりと体を休めてもいいですね。でもちょっと掃除したいなっていう時は、靴の収納やクローゼットをきれいにお掃除してもいいです。靴のクローゼットは空気がこもりやすいので、まずは扉を開けて換気をしてあげてください。中の靴を全部取り出して、クローゼット内のゴミやホコリを取り出し、もし履かない靴や古くなった靴があれば処分をしてきれいに整理すると運気アップしますからね。そしてこの日にやったらいい定番の開運アクションは神社参拝。今年は虎の年なので、毘沙門天様が祀られている神社やお寺に行くとご利益があります。またこの日は金アップの神社に行くのもいいですし、天赦日なので神社参拝に行くのはとっても縁起のいい日なんですね。神社やお寺に行って自分のこれからの道を開くために、なりたい自分を宣言するととってもいいですね。この日に決めたことは必ず達成するのが天赦日です。またいつものように神社やお寺に行ったら、今日ここに来れたことの感謝の気持ちを神様に伝えてみましょう。自分の宣言をする前には、神様に常日頃の感謝の気持ちを伝えることで、神様との距離がぎゅっと近くなりますからね。自分が頑張れるところを神様に背中を押してもらいましょう。
そしてこの日にやるといい4つ目の開運アクションは、お気に入りのお花やこのお花が欲しいと直感で思ったお花を飾る。で、生花は生きるエネルギーにあふれているので、お家に飾ることで生き生きとしたいい気を運んでくれるのと、その場の空気をきれいにしてくれるので浄化にもなるんです。またいい香りがするお花には自分の潜在意識の声を聞きやすくしてくれる不思議な効果もあるんですね。今はいろんなお花がお花屋さんに並んでいるので、どのお花も素敵だし迷ってしまうこともありますよね。好きなお花や直感でいいなと思うお花でいいんですけれども、迷ったら色でお花を選んでもいいです。白いお花は浄化に効果があります。白は邪気を払ってくれるので、ネガティブなエネルギーを感じるお部屋に飾ると悪い気を浄化してくれます。また緑のお花は癒しの効果が高いです。薄い黄緑や薄い緑に近い色のカーネーションやバラも今はお花屋さんにあったりします。平穏な気持ちにさせてくれて疲れた心を癒してくれます。そして青いお花は気持ちを落ち着かせてくれて直感も鍛えてくれるので、おすすめの色のお花です。他にも赤いお花は活気とやる気を与えてくれて、ピンクのお花は愛情を深めてくれます。黄色やオレンジ色のお花は玄関に飾ることで金を家に呼び込んでくれますからね。そしてこの日にやるといい5つ目の開運アクションは、好きなものを購入する、または新しいものを使い始める。この日は好きなものを買ったり、何か新しいものを使い始めると運気アップです。転写日は欲しかったものを買ったり、自分の好きなものを買って楽しい気持ちで過ごしましょう。また何か新しいものを使い始めるにもぴったりな日です。特にこの日はタオルを使い始めると運気上昇なので、新しいタオルを使い始めるのをおすすめします。まあ、タオルはね、手を拭いたり体を拭いたりと直接体に触れることも多いものなので、手触りはよく、自分が触って気持ちいいなと思うものを買って使い始めてもいいですね。新しいものには新鮮なエネルギーが宿っているので、新しいタオルにも新鮮なエネルギーが宿っています。タオル以外でもハンカチを新しく使い始めるとか、お箸やコップ、身の回りのもので新しく使い始めたいものがあったら、ぜひこの日に使い始めることをしてみてくださいね。そしてこの日にやるといい6つ目の開運アクションは、ドリームボードを作る。この日はドリームボードを作ってなりたい自分をイメージしてみましょう。もしもうすでにね、ドリームボードを作ってるっていう人は、新たに更新すると未来にもっとつながっていきます。ドリームボードとはビジョンボードとも言って、コルクボードや模造紙に自分の夢を表す絵や写真でコラージュを作ります。自分で描いた絵でもいいし、雑誌を切り抜いても OK だし、ネットで気に入った画像を印刷して使ってもいいですね。将来自分はこうなりたいなっていうものを具体的イメージさせるもの、なりたい自分に近い写真やなりたい自分に合った絵を好きに切り張りしていくんです。例えば豊かで幸せな生活をしていきたいと願うのであれば、その時自分はどんな生活をしているのかなとイメージに合った家の写真を探して貼る。その時にどんな自分でいたいかなと考えた時に、健康で毎朝早起きをしているのであれば、太陽の絵を描いて貼っていきます。もっと自信にあふれた自分になりたいと思ったら、理想の自分を描いて貼ったり、憧れの人の写真を切り抜いて貼ってもいいですね。目に見える形でどんどんイメージを広げていくと、夢や願い事を叶えるモチベーションにつながるんです。ドリームボードは言葉と違って、パッと見て自分のなりたい像を頭に入れることができます。夢を叶えるモチベーションを継続するということは、それだけ夢を叶えるチャンスに近づいていくということなんですね。そしてドリームボードを作ったら、自分がなりたい自分を宣言してください。この日に決めたことは必ず叶っていきますからね。そしてこの日にやるといい7つ目の開運アクションは、マッサージ店に行く。この日のラッキースポットはマッサージ店なんです。日頃の疲れた体のこりをほぐしてくれるマッサージ店。マッサージをすることで体の毒素を排出しやすくするだけではなくって、気の滞りも良くなります。
体の疲れが溜まってくると肩が凝ったり足がむくんだりと、寝てもなかなか取れない疲れがずっと続きます。なんだかだるい、どこかしら痛い、手足が冷たいという不調を抱えながら日々過ごしていると、精神的にも引っ張られて仕事のパフォーマンスが落ちたり、過剰するにも億劫になったりしますよね。マッサージをしてもらうことでストレスの解消にもなって、自律神経も整えることができて、心も体もリフレッシュできますからね。またね、朗報です。この日はこの2時間11時から13時の間がさらに強力に働くラッキー時間で、特に金運にも恵まれて金運アップが長く持続します。特にね、文章を書くと人気が出やすいので、日記でもいいし、願い事をノートに書く、 SNS で何かを発信してみると自分の運気も上がって、財運や金運のパワーも一緒に上がりますからね。この時間にできたら何でもいいので開運アクションしてみてね。もちろんこの時間になりたい自分の宣言も OK ですから。ということで、この日は最強の幸運や機運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、幸せやお金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこの超最強ダブル開運日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いところに書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。収入アップ、臨時収入が100万入ってきました。私の場合、キュンアップ掃除をすると臨時収入が入ってくるよという方、リフレッシュしたいなーなんて考えながら玄関掃除の水拭きをしていたら、旦那さんから来週4連休になったから旅行でも行くと提案してくれて、さらに10万円の臨時収入が入った方、教えていただいたことをできる限りやってきたところ、人生最高月収を得ることができた方、次は私の番だと3日後の今日臨時収入入った方、開運アクションを実行することで懸賞やプレゼントが毎月当たるようになった方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。4つお願いがあります。体験談と予祝が分からなくなってしまって、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。いつもみんなのコメントが励みになってます。転写日はぜひ宣言してね。私も過去にやっぱり宣言したことがどんどん叶ってるんですよ。なのでみんなで宣言しちゃいましょう。私も先日の開運日に新しくホームページをオープンしたり、新しいインスタを作りました。ご興味があったら見ておいてね。こちらでもお会いできると嬉しいです。まあ、こうやってね、私も開運日にいろいろ挑戦しています。みんなとこれからも一緒にいろいろ挑戦していきましょうね。じゃあね。